ではこの後4時からはザ・ベイライン呼んでみましょう。バズーカメデラさんと岡田ロビン翔子ちゃん、はい、どうもお疲れ様です。なんか変だね、逆の立場だから。そうそう、今日逆の立場でも後でまた戻るという、あのね、いい意味ね、荒らしてましたよ。ちょっと荒らしてた、盛り上げるっていう意味でね。いや、肩回し最高でした。もうすいませんね、どこ行っても荒らしまくってね。門脇さんやって、おたちやって、門脇さんだから、おたち挟まれてるでしょ。オセロだったらおたちも門脇智子になるってことだね。すいませんね、サンドイッチ状態で。さあ、今日のベイライはどんなでしょうか。はい、はい、今日はですね、4時台気になるエンタメニュース、そして5時台小さな見栄、うん、皆さんね、こう寝てないアピールとかしてませんか。他にもこう自分が思わずついてしまう小さな見栄を、ね、ちょっとしたせこいやつでいいんで、そう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 、ちっちゃい張った見栄を教えてください。お待ちしています、門脇さん、なんかありませんか。ちょっと見栄張っちゃってこんなことしちゃった、いっぱいあるよ。でも見栄張ったら必ず失敗するからね。あ、そこ自分に返ってくるのね。そう、返ってくる、何でも返ってくるっていうのをようやく大人になって学んだかなという。さすがです、若気の至りだったんですね、はい、そういうことですね。皆さんぜひ送ってください、はい、アドレスはベイライン @bayfm.co.jp です。お待ちしています。はい、はい、じゃあまた後ほど、またね、後ほどね。後ほどです。もう3時間後によろしく、はい、こういうクロストーク展開、ね、はい、ありがとうございました。はい、後ほどまたお二人と絡ませていただきたいと思います。というわけでベイエフェミット水曜日、いつもとは違う門脇智子でしたが、いかがだったでしょうか。ハルハラもうすぐ帰ってくるから、もうちょっと待っててね。今日は本当にみんな Thank you so much。 明日のイットもぜひチェックよろしく。山寺さん、何ですか。ロビンさん、見学に来てる学生に対して、ええ、すごいいい声で恋してるっていうのやめてもらっていいですか。いいじゃないですか。なんか高校生がね、なんか今日はね、スタジオ見学っていうのあるんですね、そういうのね。いていたんです。あったんで、なんかね、なんか他に何いや、なんかね、こうラジオ情報知らないからね、なんかラジオの良さを言ったりだとかするのかな。ラジオの良さ、急に会っていきなりラジオってだねって。いや、まあそうですけど、だってね、男女がいてね、そうそう、制服着てね、年頃だから恋してるって。もしかしてあの6人ぐらい、ね、男女6人ぐらいいたから、そう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 、あの中できっと一組ぐらいね。あった、そういうこと考えないの。本当に、いや、僕は恋してましたからね、いつも。そうですか。ずっと片思いでしたけど。でも確かにこう春はね、こうときめきたくなる季節ですもんね。うん、ね、ロビンさんはどうですか。あ、私ね、うん、あの、まあ、男性にときめくってことはあんまないんですけど、あの意味深発言。違う、そうじゃなくて、ロビンさん、違う、そういうことを話してくださ。ごめん、ちょっとデリケートなところに突っ込んじゃって、ごめんなさい。ときめくのは私、あの、口紅にね、ときめくんですよ。うん。口紅。うん。そっち行った。そっちなんですよ。そっち行った。あのね、違うんです。今日、この話したくて、あの、今日仕事が終わって、ちょこっと間が空いたので、はい、あの、まあ、春だしね、ちょっと春らしい色の口紅を買おうかなと思って、行ったんですよ、うん、デパートに、うんうんうん。で、そしたら、あの、お店の方が、あ、ちょっと塗られていきますかって言われたから、あ、せっかくだし、うん、ちょっとちゃんとした塗り方を教わろうと思って、うん、あ、じゃあお願いしますって言って、うんうんうん、私、口がちっちゃいのがコンプレックスだから、ちょっとあの、オーバーめに、うん、あの、セクシーな感じになるようにお願いしますって言ったら、あの、お店の方もすごい気合い入れて、なんか、想像以上に5分、10分かかるぐらいに丁寧に塗ってくれて。口紅だけで5分、10分ですか。そう、これ私、まあ、5分と10分でだいぶ違いますけどね。でも、完成どんな感じなのかなと思って、パッて鏡見たら、化け物みたいな大きな口紅になってて。本当に。そうでしょ。コントみたいな感じになってた。いや、本当にコントみたいになってて。今違うのね。そう、もうだから必死に落として、今は、もうこのままにしたんですけど、あの、ちょっとね、あの、見栄を張って大きくしないでよかったなと思って。え、店員さんには何て言ったんですか、その、で、化け物みたいになってるのを見て、店員さんに言うの、今から。いや、もう本当に、あ、いい感じますねって言って逃げました。後で、その場じゃなくて違うところで落としたの。そう、トイレで落として、あの、ね、ここに来ました。もうありのままで勝負しようと思って。ロミ、あの、今話の導入で、うんうん、仕事をやってちょっと間が空いたって言ったけど、はいはい、そんな仕事本当にあったかどうかあれですけども、はいはい、な、もともとがっつり空いてる予定だったんじゃない。ちょっとそこ、ちょっと見えはんなかった、ちっちゃい見え。なんでバレたの。バスーカイモデルと、岡田ロビン翔子の、ザ・ベイライン。Turn it up, BFM 78. You are listening to Bazooka Yamadela. Shoko Robin Okada's The Bayline.時刻は4時3分を回りました。ベイ FM から生放送、ザ・ベイラインバズーカ山田と岡田ロビン翔子でお送りします。はい、
ね、いやいやいや、あのなんか仕事でたまたまちょっと早く終わってちょっと空いたみたいなニュアンスだったけど、どうもなんか忙本当は忙しいのギリまで本当は行ったんだけど、たまたまちょっと早く巻いて終わったみたいな雰囲気で話し始めたから、ね、でもいや本当に仕事はそっちの方が気になった。口紅の話どうせ嘘だからね。嘘じゃないの。どうせ嘘、化け物みたいに塗りますか。そういう美容部員的なプロがね、私がちょっと加減というもの、私がオーバーリップに引いてくださいって言ったからなのか。いやオーバーリップだってね、えいやいやいや、ね、そちょっとやめてください。私の仕事のその見栄を張ったことは触れないでくださいよ。やめて、恥ずかしくなるから。ベルミさん、それなら写真に収めといてくださいよ。本当ですね、証拠写真を ね、 ねえ、もうちょっと乙女心が出ちゃいました、ね、カドロビン証拠の証拠写真お願いしますよ。じゃあ後でこんな感じでしたっての再現して、やだ、まあ何も買わなかったんでしょうけど、自分の唇でいてどんな感じだったかを再現お願いします、ちょっとねやりますね。それでは今日のメニュー紹介しましょう。お願いします。いつものように気になるエンタメ情報チェック、バズった山寺からやりますよ、はい、気になる芸能ニュース、新製品、イベントなどをピックアップしますが、皆さんも気になるエンタメ情報ありましたらぜひ今すぐ教えていただきたいと思います。アドレスは bayline@bayfm.co.jp bayline@bayfm.co.jp まで。ツイッターの方はハッシュタグベイラインをつけてつぶやいてください。はい、5時台はねいつも週替わりでお届けしてますけど、今週は小さな見え、ね、先ほどのロビンのね仕事忙しいアピール、それからね、寝てない自慢とか皆さんする人いませんか、周りにね。いますよね。いますよね。僕もよくしてました。ロビンのようにオーガニックが好きなんだっておしゃれぶる人、そうでもないのに本当はね、したくなっちゃうの。あなたの見え、あなたの周りのね、見えを張る人、そんなお話を教えていただきたいと思います。はい、はい、そして6時台はこの人、街の面白いスポットに新スキボス、街角 DJ しまっちゃん登場でございます。今日はどこからなんでしょうか。ゆうきょう、あいよー、はい、まさかのオープニングカミングアウト、女子にときめくロビオさん、よろしくどうぞ。違いますよ、そこまで言ってないから。そっちじゃないですよ。男にはときめかないって言った一言だけだから。ねえ、そうでございますか。はい、今日もよろしくお願いします。しまちゃん、しまちゃんにはときめいてますよ、いつも。何よそれ。ねえ、それしまちゃんの嘘でも嬉しい。持ってるんでしょ、距離あるから。そうほとんど持ってんの。しょうがねえな、持ってよ。しまちゃんね、ちょっとね、嬉しい。あのジョークだと思っても嬉しい。いつもときめいてる。そうよ、だってもう本当見えっぱりですから、僕。知ってる。よろしくどうぞ。お願いします。あのね、はい、アルミのお弁当箱をね、もうあのプレゼントなくなっちゃいましたよね。そう、なくなっちゃったんです。なので次はあの反物。そうだよ、反物でございますよ。ゲットしてくれたしまちゃん。いよいよスタートです。反物プロジェクト。いいですね。あの反物で何かを作ってリスナーにプレゼントということなんですけれども、一体あのこれどんなものが作れるのか、ちょっと専門家に聞いてみたらですね、はい、布地の質とか厚さなんかを見てみないとちょっと答えられないということだったので、そうで実際その今日反物を持ってですね、はい、専門家をちょっと訪ねてみます。今日行くんだ。行きます、はい、どんなものが一体作れるのかっていうことを、ね、聞いていきたいと思うんですが、あのぜひリスナーの皆さんもこんなもの作ってとか、こんなのが欲しいとかいうのがあったらアイディア大募集しますんで。なるほど、はい、わかりました。なので今日ちょっとまずは聞いていきたいと思います、ね、一歩前進するかもしれないというね。わかりました、楽しみにしてます。はい、よろしくお願いします。お願いします。しまちゃん自らね、ゲットしてくれた両国広さんからのね、隔竜石の反物、横綱ですからね、非常にスカイブルーの綺麗な、鶴とね竜が書いてあって、とっても綺麗なものです、はいはいはい、それを使ってどんなものが欲しいのか今日専門家に聞きますけど、皆さんもぜひアイデアがあったら教えていただきたいと思います。お願いします。はい、そして、はい、はい、そして6時台は今日もやりますよ、お疲れ川柳。あなたのお疲れの理由を川柳にして送っていただきたいと思います。山寺さんの名曲、はい、疲れたに乗せてどんどん読んでいきますよ。はい、はい、さあこの時間は気になるエンタメ情報、今すぐ皆さん送ってください。もう一回アドレス言っておきましょう。はい、bayline@bayfm.co.jp bayline@bayfm.co.jp まで。ツイッターをやってるっていう方は、ハッシュタグベイラインをつけてつぶやいてください。はい、さあ今日のオープニングですけども、生誕80周年というねアニバーサリーを迎えた加山雄三さんのね、リミックスアルバム、ここからお届けしたいんです、はい、僕も加山雄三さんラジオも聞いて、アルバムも聞いて、たくさん聞いておりましたけども、このね参加アーティストすごいんです。桃色クローバー Z、 スチャダラッパー、ライムスター、さらには水曜日のカンパネラなど豪華メンバー名を連ねております。それではお送りしましょう、今日リリースのリミックスアルバム加山雄三の新世界から、青い星屑、フィーチャーリング桃色クローバー Z、 サイプレスベネとロベルトヨシのドリアン。
今年生誕80周年を迎えた加山雄三さんの青い星屑フィーチャリング桃色クローバー Z、 サイプレスウェノとロベルト吉野ドリアに続いては、今年でグループ誕生20周年を迎えたモーニング娘。どの年もかっこいいですよね。お送りしたのはモーニング娘。17ブランニューモーニングでした。The Bayline Bay FM Shopping Island。ベイ FM オリジナルのショッピングサイト、ベイ FM ショッピングアイランドでは、ベイ FM の DJ や番組が厳選したこだわりの美味しいものを、パソコンや携帯電話のベイ FM 公式サイトでいつでもどこでも買うことができます。さて今日ご紹介するのは、行列のできるケーキ店ラ・クレマンティーヌのオリジナルマドレーヌ森の日と、サワラの大祭で使われる標識をイメージして作られたお菓子チャキです。成田の構図の森駅の近くにあり、行列のできるケーキ店として有名で、ご近所はもちろん、わざわざ遠くからもお客さんがやってくるというラ・クレマンティーヌ。そんなラ・クレマンティーヌから2つのお菓子をご紹介します。まず1つ目はクレマンティーヌのオリジナルマドレーヌ森の日。厳選された材料で風味豊かな軽い食感の森の日は、どこか懐かしくホッとするほんのり塩味。何度も試作を繰り返しながらたどり着いた味は、良質な材料に支えられています。余計なものは使わず、卵、蜂蜜、砂糖、小麦粉、お塩、全ての素材にこだわり丁寧に焼き上げた絶品のマドレーヌをぜひお試しいただければと思います。そしてもう一つ、表紙着をイメージして作られたお菓子チャキも、モンドセレクション2015で金賞を受賞したお菓子です。チャキというのは、国の重要無形民族文化財にもなっているサワラの大祭で出汁の進行を指示する大きな表紙着のことです。きな粉のダックワース生地にくるみと黒蜜のバタークリームをサンド、アクセントになっているくるみの食感がお祭りの高揚感を醸し出してくれる和洋折衷のお菓子です。細長く四角い形は食べやすく、常温、冷蔵、冷凍と3つの食べ方がありますので、こちらもぜひ体験してみてください。このラ・クレマンティーヌの商品やベイ FM グッズは、ベイ FM ショッピングアイランドのベイ FM ショッピングアイランドのページからご覧いただけます。携帯サイトまたはパソコンのベイ FM 公式サイトからチェックしてみてください。たくさんのアクセスお待ちしてます。 Thanks for listening. This is the Bayline. まず4時台はこのコーナー、バズった山寺。バズとはざわめくという意味で、たくさんの人の話題に上ることをバズったと言います。そこでこのコーナーでは、2人の目に留まったエンタメニュースをピックアップしていきます。今日気になったのはこちら。 WBC 侍ジャパン好発進。 WBC が開幕し、1次ラウンド初戦、日本はキューバと対戦。筒香がダメ押しツーランの放つなど打線を牽引し、11対6で快勝。幸先のいいスタートを切りました。続いてはこちら。松田聖子初ジャズアルバム。松田聖子さんが構想から6年かけて制作した聖子ジャズを、今月29日に発売することが分かりました。世界最強のビッグバンド、マンハッタンジャズオーケストラなどをバックに、イパネマの娘など10曲を歌い上げる上げているそうです。続いてはこちら。ノンスタイル井上、涙の謝罪会見。タクシーに衝突しながら逃走したと道交法違反容疑で書類送検されていたノンスタイルの井上さん、6日に不起訴処分になったことを受けて謝罪会見を開きました。なお復帰の時期は未定となっているそうです。続いてはこちら。日曜洋画劇場、50年の歴史に幕。テレビ朝日はおよそ50年続いた日曜洋画劇場が今月いっぱいで終了することを明かしました。日曜洋画劇場は1966年に放送開始し、淀川長春さんのさよならさよならさよならの締め言葉で人気となりました。はい、以上でございます。ロビンさん、いや、松田聖子さんのジャズアルバムなんて、これ山寺さんのね、はい、好きなものが2つ。あ、そうですね、まあ僕はジャズ通としてね世間に知られた存在。いや、知られてないです、知られてないです。ではないですねではないじゃないですか。でどうして言ったんですか。いや、でも好きですよね。聞くのは大好きです。それで松田聖子さん、そして僕 の将来の夢はジャズボーカリストになるんです。そのための勉強を、全くしてませんただなんとなく聞いているだけ。あ、なんですか。あ、でもえ、私ね、はい、言いました前、映画シング、ほう、今月公開になりますよ。もうすぐですよね。その中でそうだマイクというね、はいはいはい、シナトラのように歌う男の吹き替えを僕がやってるわけです。はい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 。今日この後東京国際フォーラム A、 そこで歌います。うわ、
今日ジャパンプレミアで歌います。わわわわわ今だからもうね心ここにあらず。ちょっと集中してよ。こんなことしてる場合じゃない。ちょっとえこんなことって違う生放送大事だから。もう長年やっている大事な番組だった。ごめんなさい。なんかこんなこと俺の中の悪魔がそんなこと。ちょっとなんてことだ。こんなもリスナーもたくさんメッセージくれてごめんなさい。集中してくださいよ。今ちょっとジャズのことがやったいやでも楽しみですね。これ松田聖子さんのもう僕はDon't Kiss Me Baby。 あもう噛んだからダメです。噛んだからダメ。あの なんだよ。スイートメモリーズを聞いた時から、はい、あの時から松田聖子いつかジャズを歌ってほしいとずっと思ってましたね。あら先見の目があったわけですね。それがほらもう叶うわけですから。いや楽しみ。じゃあね日曜洋画劇場こっちですよ。そうですよ。僕は本当に散々50年の歴史がお世話になりまして。あら山田さんももう何度も出させていただいておりまして、もうね昔は各局全部あったわけですよ、はいはい、この洋画枠というのが今全然なくなりましたよね、まあ、いろんなメディアもこういろいろ増えましてね、DVD ブルーレイもありますし、はいはいはい、オンデマンド的なものもいろいろありますから。ありますよね。あれであれなんでしょうけども、昔はとにかく各局でどっかでは洋画やって必ず吹き替え版をやるという、この日本の吹き替えに本当に大貢献したのが日曜洋画劇場、はい、今日テレも金曜ロードショーになってショーじゃないからね。変わってロードショーじゃないロードショーになったショーになりました、ね、ショーってあげなきゃいけないんですよ。言い方もね。あそこでも洋画たくさんやってますけど、はいはいはい、いやー洋画の番組まだ復活してほしいな。たくさん、もう日曜洋画劇場さんありがとうございました。本当に数々の作品でちゃんとね、WBC はちょっと後ほど。俺その話もしたかった。私もちょっとノンスタイル井上さんの話以外は全部深くしたかったんですけど。本当ですね。全部気になりましたけど、ね、はい、皆さんまだまだ気になる芸能ニュース、はい、エンタメ情報もお待ちしています、はい、ということでメールは bayline@bayfm.co.jp bayline@bayfm.co.jp まで。ツイッターの方はハッシュタグベイラインをつけてつぶやいてください。はい、こんなことしてる場合じゃないってのはジョークだよ。気が弱いからね。ちょっとすぐで自分でフォローしたいいの冗談だから。わかりました、はい、それではここでね本日解禁となった曲をお送りしたいと思います。3月29日リリースの20周年アニバーサリーシングルです。ドラゴンアッシュ B-Side You。 ベイアファンリスナー安全運転宣言。この時間はリスナーの皆さんからの安全運転宣言メッセージをご紹介します、はい、今日は千葉県印西市のラジオネームゼリナシヘイジさんよりいただきました。仕事でトラックに乗っています。左折などの時横断歩道を渡っている歩行者の方々を当然ながら待つのですが、中には車を待たせてはいけないと思うのか慌てて走る方も見受けられます。気持ちはわかりますが転倒して怪我でもしたら大変です。渡りきるまではきちんと待ちますので普通に歩いて渡っていただきたいと思います。優しいメッセージですね。素敵な、うん、でも本当にねこう自分が歩行者だと車が一時停止するに向かって徐行してると、あ本当に止まってくれるのかなって少し不安な気持ちになったり、 あと早く渡れというプレッシャーでじり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 っていうことも、表情がねあるかもしれませんけども、でもスマホを見てゆっくりね、はいはいはい、こう渡ってるとか見るとね早く渡ってよって思うことも事実ですからね、まあ、そうね、お互いにスマホあるけどダメですしね、うん、しっかりと一時停止をしてゆとりを持った気持ちで皆さん温かい運転をお願いします、ゼリナシヘイジさんありがとうございました。番組ではリスナーの皆さんからの安全運転宣言メッセージをお待ちしています。メールで安全アットマーク bayfm.co.jp まで。住所氏名年齢ラジオネームも忘れずにお書きください。BFM のホームページ携帯サイトの応募フォームからもメッセージを送ることができます。 BFM と中島は交通事故ゼロを目指し、これからもリスナーの皆さんを応援していきます。以上 BFM リスナー安全運転宣言でした。 BFM 78 You are listening to Bazooka Yamadela Shoko Robin Okada's The Bayline。バズーカ山田と岡田ロビン翔子でお送りしているザ・ベイライン。さあ気になるエンタメ情報ということで皆さんからもいただいております。ラジオネームかりんさんからいただきました。ロバート秋山さんがクリエイターになりきるクリエイターズファイルで今度は若手声優人気ナンバーワンの二木陽次を演じなんと山寺さんと共演。プロから見た秋山さんの若手声優なりきり度はどうでしたか。山寺さんから見た若手声優あるあるってありますかってかりんさんから来てますけど、これ私もなんか見ましたよ。え、なんすか、これロバート秋山って何ですか。え、僕はあの二木陽次君と
あの話をしたんですよ。山寺さんもそこなんか設定ガチガチ。ね、ブラインドスポットタトゥーの女というね、海外ドラマがあるんですけどね、はいはい、それに一緒に共演したってことで、ニッキー君久しぶりだったんでね。あ、そうなんですね、うん、どうでした、やっぱこう話してみて。もうね、本当にね、わけわかんないこと言いますけどね。その場で思いつきでいろんなこと彼は言ってくるからね。アドリブで、ね、ジーンズストーリーで一緒だったですよねとかね。赤だるま雪だるまの山田さんの見て育ったんですよとかね。で、あの声優の発声に大事なのは造声といって心臓から出す声だとか、わけわかんないこと言ってね。まあ僕もそれに対処したわけですけど。あ、対処して、ぜひ皆さん見てみてください。ニキ幼児でね、検索すると出てきますんで。ああいう声優さんいらっしゃいますよね。あの見た目も髪の毛のストレート具合とか、ニット帽の感じとか。それでね、一緒にずっとやってるね、あのカセック君って言うんだけどね、はいはいはい、あのいろんなナレーションも声優もいっぱいやってる、彼にねスタイルがそっくりだったって。あ、そうなんだ。帽子のかぶり方とかそっくりだった。寄せてたんですかね。わかんない、たまたまそうだったのか。どうなんだろう、わかんないけどね。皆さんぜひね、さすがです、天才です。秋山じゃない、ニキ言っちゃってるから山ちゃん、ね、はい。こちら、名古屋の上出さんからいただきました。ありがとうございます。気になるエンタメディズニー映画です、うん。先週の土曜日、アナ雪が初の地上波放送されて高視聴率とのことでしたね。そうだそうだ。先週最新作のモアナと伝説の海も気になります。エンディングソングを歌う加藤美里さん、半端ない歌声。オーディションをしてまでエンディングソングを歌うのを勝ち取ったという熱意が伝わってきます。ということですよね。テレビで放送されて、アナ雪がね、アナ雪、うん、そらね、行かないと。いや本当ですよ。だってもう日本のいろんな記録を塗り替えた作品ですから。もうアナ雪がガーンといったせいで、その前の年のシュガーラッシュが霞んじゃったやつですから。僕がラルフやってたのに。霞んでないです、でもその前の特番、僕ナレーションやらせていただきましたけどね。あ、そうなんですね、うん、ネット見たらそんな番組いらねえんじゃねえかって書かれてて、ね、ショックでしたけどね。みんな、うん、山ちゃんエンディングのこともいろいろね、物議を醸したけどね。あの、まあ、注目されてなんぼですからね。本当ね、リスナーの方に言いたいのは、皆さんが思ってる以上に山田さん、ネット見てます。いろいろ見てます。モアナどうですか。モアナ情報は見たいんですよ。これ私もね、あの、うん、アリコンさんに絶対見た方がいいよっておすすめされたので、ね、見に行きたいなと思いながら。あの加藤美里さんエンディング日本版のですけども、本編の中ではあのヤビク友野ちゃんというね、はいはいはい、オーディションでね、これでデビューっていうね、すごいですよね。声優もやって、この歌も中でね、この歌歌ってますけども、あのディズニーフレンズオブディズニーコンサートで今月一緒です。あ、もう全部何かと思う。東京国際フォーラムも A です。それも友野ちゃんってすごいんだな、あとね、夏木マリさんもね出てて、はいはい、歌声ちょっと聞きましたけども、素晴らしい、さすが夏木マリさん。それからね、尾上松也さん、はい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 、もうだってすごいね、彼も、ね、歌も声優としても素晴らしいところが一発です。楽しみにしてます。じゃあもう一ついきたいと思います、はい、ラジオネーム花粉症さんからいただきました。マツコと有吉の怒り浸透が終了するとのことですが、その理由の一つが、うん、一通り怒り尽くしたとのこと。あれ、そうなんだ。いろんなことに怒ったとのことですが、うん、お二人は最近怒ったことありますか、なんて来てますけど、ね、あの二人はどんどん、ね、怒りながらいろんなものを切ってましたけど、でも山寺さんもいろいろ、僕はもう本当にあるんじゃないですか。いや、もう本当にもう怒ったことが人生なんてないんじゃないかね。ネットの声にも怒って。怒ったことないって言ってんのに何言ってんのよ。ロミンだってあるだろう、なんか怒り浸透なこと。いやいや、そんなもう私は穏やかに。例えばメンバーで言うと誰、まあ、メンバーはモロリンがねブログを全然書かない、ちょっと。じゃあマネージャーで言うと誰。まあ、あとうちの言えないわ。ね、僕最近起こったのはね、アフレコの仕事しててね、はいはい、何時間も長く働いてるのにね、飯が出なかったことが起こりました、ね。ちっちゃ、労働条件のことね。山ちゃん、ね、ちっちゃいよ。いや、だってね、本当、まあいいや。そういうことでね、いろいろありますよね。ちょっと石物でと、ほいほい、ニコニコしちゃうのね。そうそう、みんな単純なの。単純なんです。はい、さあ、ここまで、皆さんも気になるエントリー情報教えてください。はい、メールはベイライン @bayfm.co.jp、 baylin@bayfm.co.jp まで。ツイッターの方はハッシュタグベイラインをつけてつぶやいてください。The Bayline。Bay FM 78. You are listening to Bazooka Yamadela. Show call Robin Okada's The Bayline.さあ、海浜マクルのベイヘムから生放送でお送りしております、ザ・ベイライン。ここでお送りするのはですね、伝説のカリスマアーティスト尾崎豊の長男、息子さんの最新ナンバーなんですね、3月22日リリースのファースト EP レッドフリーダムリングからいきましょう。尾崎裕也、サムデイスマイル。
まずは山田と岡田ロビン翔子でお届けしているザ・ベーライン、さっきのエンタメ情報ということでね、はい、いただいてます。まだちょっと紹介できますよ。そうですね、うん、紹介していきたいと思います。ラジオネーム競馬好きさんからいただきました。私が気になるエンタメニュースは猫が見て楽しめる番組、その名も猫がみるみるテレビです。放送は関西地方の NHK 約20分の番組だそうですっていうメッセージが来てて、猫が見てて楽しい、ちょっと調べたら、はい、猫を見る番組、うん、まあ猫が、ね、出てるテレビはありますけど、じゃなくて猫が見る番組を作るということで、なんか猫がどういう音に反応するのかとかを やるらしいですよ。あのうち猫いますけどね。そうですよね。あの画面の中で動くものを追いかけてね、はいはい、液晶画面をガリ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 やるんでねそういうことさせるんだったら絶対見せたくない感じですね。いやいや、でも、ね、猫、あんまちょっと猫に構ってる時間がない時とかに、ちょっとこのテレビ見といてじゃないですけど、そういう時間はいいね、よくないですか。猫がテレビを見てる姿そのものは可愛い。そう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 。ただ画面に行くのやめろと。あと人が見てるのに邪魔すんなと、お前が一番いい席で見たら俺見えないから、一番いいとこ見えないからやめてっていう。ほら山ちゃん邪魔だってよく言います。もう山ちゃんやっぱ怒ることいっぱいあるじゃん。猫じゃないちなみになんていう猫名前。いいじゃないですか別に。それはいいじゃないですか。はい、教えたくない、はい。ホットレモネードさんから来てます、はい、学生服のトンボがアンケートを取った制服の似合う有名人で、女優の広瀬すずさんが2位に大差をつけて1位。2位は荒垣結衣さん、3位は有村架純さん。あー、なるほどね。女子高生といえば冬でもミニスカで生足ですが、アイドルのロビンさん、はい、冬でもミニスカ生足できるんですか。あ、全然できますよ。全然ね、今日もミニスカートで足を出して。そうでした。山田さん、私 あの見てないかもしれないですけど、ちょっと全然違うズボンじゃねえかよ、ズボン。もうね、ダボダボのズボンにスニーカー生足じゃないでしょ。いや、生足でちょこっときつくなってきましたね。薄くあのタイツとかね、履きたくなるお年頃ですよ。制服のには有名人ロビンさんはね、一体何位に入ったんですかね。230。あら、随分謙遜なさるじゃないですか。いやいやいや、やっぱ制服っていうのはこう黒髪でこうやっぱ清楚な感じの方が似合うっていう印象はありますよね。あれです、学ランの似合う有名人であるとね、結構上の方に行くかもしれない。学ラン、ね、男装ってこと、ちょっとそういうのでね、優勝したことあるって言ったけど、取りましたけど、女の子としてエントリーさせてくださいよ。あ、そうですか。じゃあもう一度いきたいと思います。ラジオネーム右手にコーラさんからいただきました。気になる映画ですが、はい、ハリソン・フォード演じるインディ・ジョーンズシリーズ第5弾が、はい、スティーブン・スピルバーグ監督と再、誰ですか、スティーブン・スピルバーグ、スティーブンね、スティーブン、スティーブン・スピルバーグ、スティーブン・スピルバーグね、スティーブン・スピルバーグ監督と再タッグを組み、まだまだですよ。いやいやいや、知らない人ですから、ここに知ってますよ、もちろん知ってるんですけども、はい、その2人が2019年7月19日に全米公開されることになったこと、はい、タイトルは、日本公開は未定ですが、うん、ディズニーがシリーズの続行を検討していることが明らかになりました。早く日本でもやってほしいものです。なるほどね。まあ、インディ・ジョーンズファンとしておなじみのロビンさんと一緒に楽しみですよね。いや、楽しみですね。スティーブンさんがスティーブン・スピルバーグ、ちゃんとあの右手にコロさん書いてますよ。スティーブン・スピルバーグってなんで私あのね、ウに点々しちゃったんですよ。いや、スティーブン、ね、V だったらブンなんだけど、それをスティービンって言ったね。スティービン・スピルバーグ、ちょっとね、お願いしますよ。なんでなのかな、世界のスピルバーグですよ。本当そうですよ、スティーブンさんですから。ハリソン・フォードについて大丈夫ですね。いやいや、もう本当に ねハリソンさん、あの飛行機とか気をつけていただきたいと思いますよ。ね、まあ、九死に一生を得たけどまた乗ってるって話だって ね、で危ないあれしたんでやっぱりダメってなったのに、まだそうなるまでギリギリ掃除しようかみたいな、ね、お願いしますよ本当に。ね、まだまだいろんなので出ててほしいわけですから。いや、本当そうですよ ねスターウォーズもそうですけれども、2019年公開ということで、はい、はい、桜の新さんからいただいております、はい、一番気になってるのは3月13日からコンビニ量販店でなどで大道の缶コーヒーに筋肉マンのフィギュアがおまけとして付属することです。ラインナップは7人の悪魔超人編の各種超人に加え、作中でミート君がバラバラにされたことにちなみ、フィギュア1体につきミート君のパーツがついてきて7つのパーツを全て集めるとミート君が完成するというクオリティの高さ。ただ問題は私はあまりコーヒーが苦手。あ、そうです。でもフィギュア欲したり買っちゃうという ね7つ揃ったらなんで、ね、まあ、筋肉マンといえばね、はいはい、もうマニアであるロビンさんどうですか。全部ね、全部私筋肉マンのフィギュアに関して、いやね、本当に、うん、素敵ですよね。ロビン、あれロビンマスクは筋肉マンじゃないですよね。あ、ロビンマスク、あ、よかった、そうですよね、ったロビンマスク、イエーイ。ちゃんと私ストラップとか持ってますから、やっぱ自分の名前のねあれがありますからね。ありがとうございます、はい、ってことでさ、この後5時台、はい、小さな見え、ロビンのように遊ぶ予定しか入ってないのに、
くねと予定が入っててと仕事もがさもあるかのように見栄を張るようなね、ちょっと台本にアクセルがあります、これに書いてありましたけど、小さな見栄を皆さん教えていただきたいと思いますよ。はい、はい、ね、あの僕もありました、ラーメン屋さん入ってね、餃子といっぱい頼んじゃってね、うん、でも年取って食べられないと思われるの嫌だから、うん、無理して食べて気持ち悪くなったっていうつい2週間前のことです。ちょっと皆さんもね、そんな見栄を送っていただきたいと思います。アドレスはベイラインアットマークベイ FM.co.jp、 BAYLINE@BAYFM.co.jp まで、ツイッターの方はハッシュタグベイラインをつけてつぶやいてください、はい、最近はね、こもりでちょうどいいから、こもりと生ビールでちょうどいいから、山ちゃん、はい、Bay FM 78. You are listening to Bazooka Yamadela, Shoko Robin Okada's The Bayline.時刻は午後5時を回りました。ベイ FM から生放送でお送りしているバズーカ山寺と岡田ロビン翔子のザ・ベイライン。さあ今日の5時台、小さな見栄、見栄、これでいきたいと思います、はい、例えばお寿司屋さんに行って、うん、隣の人がまあマグロね、頼んだんで、あーどうしようかなと思ったんだけど、ちょっと高い中トロって言ってしまったんですね。うん、確かに確かに、ちょっとしたことでいいんです。なるほど。あとね、他にこう周りの人が貼ってる見栄でもいいですよ。こうインスタとかにテーブルの上のコーヒーの写真を載せているんだけど、その隣にこうさりげなくね、さりげなくこうハイブランドの財布がこう何気に写ってるとか、結構わざとインスタグラムにありがちなんですよ、これ。そうなんですか。皆さんもやったことあるんじゃないですか。とね、それ自慢するのはちょっと写しとくという、こんないいの持ってんだよっていうのをね、さりげなく ね全部自分のこと、違う、私じゃない。そうなの、持ってないですから。皆さんもそんなね、見栄っ張りのあるあるでも OK なので、メールどんどん送っていただきたいなと、ね、自分のことじゃなくて周りの人のことじゃない、そうですね、はい、さあたくさん来てます、紹介しましょう、はい、ラジオネーム佐藤さんからいただきました。自分の見栄ですが、ものすごくお腹が空いた時にオリジン弁当でご飯を大量に買った時、割り箸を2膳もらって1人分じゃないですアピールをしました。やったことありますかって。これは見栄なんですかね。どうなんですか、一人じゃないよというね。確かに確かに、ね、一人でこんなに食べるんじゃないよっていうんじゃなくて、一人で食べるわけじゃない。パートナーがいるから、僕の後ろにはいろんな友達とか恋人がいるからっていう、そういうアピールってことですよね。うんうん、ね。そうそうそう、お弁当屋さんに行って、前僕ずる前に聞いた先輩の話ですけどね、はいはいはい、その人あの奥さんに逃げられて、あの一人暮らしをしてる人がしょうがないから毎日お弁当屋さんに帰ってて、毎度どうもって言われるのが恥ずかしかったって言ったんですよね。全然いいだろうと思ったんだけどね、その時は僕、ね、それが何にいけないのと思って、ね、なんとなく今大人になって分かるような気がしますけどね。全然いいじゃんね、家族いたって勝手に、まあまあ、一人前だって分かっちゃうからって ね逃げられたっていうのはだったんでしょうね。、ゆるえもんさんからいただいております。ありがとうございます。僕が会ってしまった小さな見栄、みんなで髪どこで切ってるって話になった時に、うんうんうん、僕は髪自由が丘でカットしてもらってるんだよってずっと言ってた。実際に自由が丘で切りに行ってたんですが、1500円ぐらいの激安スピードカットのお店でした。まあ、チェーン店他の町にもあるんですけども、ね、もっと近いとこあるけども、自由が丘って言いたくてわざわざ自由が丘に行ってました。で、今は高円寺でカットしてもらってるんですが、うん、青山でカットしてもらってるって言いたいので、青山で1000円ぐらいでカットしてもらうとこないですかっていうご相談。あら、そんなご相談。青山か、青山で1000円か。結構青山お高いですもんね。青山はな、場所代が高いからあんまり聞いたことないな。調べてください、自分でググってみてください。ね、いい情報ね、調べたら出てくるかな。いい、ね、青山でカットしてもらう、間違いじゃない、嘘はつきたくない。嘘はついてない、15億でカットして、でも別にね、嘘ついてもバレないのに ねじゃあもう一度いきたいと思います。ラジオネームコンテストさんからいただきました。小さな見栄で言うと、大人が人前で転んじゃった時、何もなかったかのように去っていくです、まあしょうがないというか、それを見栄張ったっていうのも酷だなと思いますが、あ、それも見栄なんですかね、こうこけちゃった時に何事もなかったことに、ね、全然もう結構痛くなって痛ってって思いながら、全然なあれわざとやったぐらいのね。そう、大人になってからこけるのって本当恥ずかしくないですか。あれそうですね、もうなんか、あなたもうそうですか。いや、私はありますよ、もうなんかもうすぐね、もう電話したふりとかしてね、もうその場から立ち去りますもん、うん、そうだね、恥ずかしいなと思って、うん、それはあるよね。、うん、前転んだ時なんか滑ってね、段差になったからな、転んだ時これ誰でも転ぶようなこれじゃって言い訳した人がいたっていう話を聞いて、これ誰でも転ぶようなこれじゃ、一人ごとこれじゃって一人ごと言ったって人がね。それいいですね、気をつけましょう皆さんね、大人になって転ぶといろんなことでショックが大きいですからね、転ばないように気をつけましょう。気をつけてください。こっちはですね、あ、はい、
大ちゃんから、あ、うん、大ちゃんからいただいております、はい、つい先週ソフトバンクユーザーはファミチキが無料になるキャンペーンをやっていたのでファミマに行ったのですが、ほうほう、無料のファミチキだけ頼むのもなんか店員さんにせこいって思われそうだなと思って、他の商品、チーズケーキ、ちょっと可愛いものをレジに持って行って、見栄を張った結果ファミチキより、を買うより高くついてしまいました。あ、そう、次は見栄を張らずにファミチキをだけを無料で手に入れようと思います。あ、高く作ってる。でもチーズケーキもちゃんとした値段そのものなわけですから、ね、別に損はしてないと思いますよね。ただでもらった、ただでもらって帰るだけだとちょっと恥ずかしかったってことですね、うん、何かちょっと買うつもりでいたのね。あー、チーズケーキ、うん、そこそこのもの買っちゃったっていうでもそういう話です。見え張りたくなりますよね。それわかるな。俺もトイレ借りるとき何か買っちゃってね。あー、うん、ではもう一ついきたいと思います。ラジオネームアクアレインさんからいただきました、私はたぬきうどんが大好きです。ほう、一人か家族とお蕎麦屋さんに行くときは必ずたぬきうどんを注文します。でも会社の人や友達と行くと天ぷらうどんにします。ちっちゃな見栄ですが本当はたぬきの方が好きなのに好きだけど、ね、ちょっとね、いつもよりやっぱ お高いやつをね、ありますよね。そうですね、うん、まあ、でもたぬきが好きなんですけど ねそこはもう ね自分を持って、うん、ダブルたぬきって天かす多めにしてもらおうってことですか天かす、ね、値段ワンランク上ですよ。天かす多めにして、ね、まあまあまあ、それも見栄になりますよね。いつも通りでいいんじゃないですか。でもたぬきが好きだから、うん、いいと思いますけどもね、入れ放題のところもありますからね。あ、そうですね、はい。さあもう一個いきましょうか、はい、はい、こちらはですね、はい、鶴安さんからいただいております。ありがとうございます。我が社の、これアルファベット書いてある、これを言わない方がいいような気がするんで、我が社 の方ですが、定年終わられ食卓として働いてるんです。ほう、食に関してですがこんな話をします。いや、もうね、子供たちも独立してね、じゃあ夫婦二人だけだから、夕飯なんてね、そんな量はいらないんだよね。ほんの一口二口あればいいんだ。だからね、肉なんかね、うん、まあ 100g、ね、100g の神戸牛、まあ、グラム1500円ぐらいのやつ、うんうん、でマグロでもね、あの本、ま、大間の本マグロの赤身と中トロのいいとこだけ食べてんだ、うん、って言うけど、あんたはいいよね、退職金もらって悠々自適に、こっちとらいかに安い食材を日々チラシとにらめっこだよ食材を探してチラシとにらめっこしてんだよ、全く腹が立つ。あ、さりげなくアピールしてくるのが嫌だってことですよね。多分嘘じゃないんでしょうけどね。嘘じゃない、ちょっとでいいから、逆にね、ちょっといいものちょっとだけ食べてるんで。私も友達が泊まりに来たりすると、朝ごはん、あの、たまにスクランブルエッグ作るんですけど、友達が来ると、うん、あの、チーズとか入れちゃう、うん、わかります、うん、このちょっと、いつもとはちょっとね、うん、あの、小さすぎてあまり見えに感じないっていうね。しかも友達に出してあげてるんだから。そうですよ、友達にもてなしてんだから。いいじゃないですか。いや、まあ、そうなんですけど、いつも食べてる感じ、ね、いつも食べてる感で、いつも入れるんだよね、うん、みたいな。今のスクランブルエッグってちょっとおしゃれな感じがねもうそこでちっちゃな見栄が始まってる感じが。私スクランブルエッグで友達、女友達出してあげてるんです。まあ女友達だから知らないけどね、ちょっと友達って言っただけなんでね。もう私の発言全部なんかそうやってやめてくださいよ。スクランブルエッグぐらい作りますから。あ、そうね、ありがとうございますね。あ、煮卵も煮卵とちょっと違うけどねちょっと違うか、うん、はい、さあ皆さんもで、あ、いいですか、皆さんもね、はい、こんなことでつい小さな見栄を張ってしまった、それは小さな見栄を張る人が周りにいるんですという、うん、メッセージをどんどんお寄せいただきたいと思います。メールはベイラインアットマークベイ FM.co.jp BAYLINE アットマークベイ FM.co.jp まで、皆さんどしどし送ってきてください。さあここでですね、歌詞に見栄を張るという言葉が使われているナンバーメドレーでいきたいと思います。まずは見栄を張れば晴れた空も、もう空も曇りと歌っている湘南の風、うん、アニメタイガーマスクダブルの主題歌です。湘南の風、キングオブザワイルド。湘南の風のキングオブザワイルドに続いては、蹴りをつける頃かも見栄を張るばかりの人生という歌詞が印象的、ポルノグラフィティモンスター。ここでスペシャルな公開録音イベントのお知らせです。3月18日土曜日午後1時からそごう千葉店本館2階パルパティオにて、そごう千葉店開店50周年スペシャル、ベイ FM 公開録音、奥花子のラガンでトークを開催します。ベイ FM ではおなじみのシンガーソングライター奥花子さんが毎週日曜日夜10時30分からお届けしているレギュラープログラム、ラガンでトークの公開録音、入場観覧は無料となっています。
岡花子さんがリスナーさんからの相談に答えたり、ジングルを作ったり、ライブを披露したりと、見て聞いて参加して盛り上がる内容盛りだくさんです。観覧に関する詳しい情報はベイ FM のホームページをチェックしてください。3月18日土曜日はそごう千葉店に集合。 The Bayline Bay FM 78. You are listening to Bazooka Yamadela. Show called Robin Okada's The Bayline.バズーカ山田と岡田ロビン翔子でお送りしているザ・ベイライン、この時間小さな見えということでね、お送りしてますけども、まあみんなやっちゃうもんですよね。いや、いろいろありますよね。なんかいろんな持ってるものが聞かれてちょっと多めに言ったりとかしませんかね。あるある。あと僕はあのね、よむちゃんその服いいね、うん、あそのパンツどの、うん、いくらいくら、うん、あ3万円です。本当本当はセールで半額で買ったんだけどセール前の定価を言うってなってね。それ繰り返してるうちに先輩が、ね、やだろそれいいね、いくら、おって必ずおいくらになったのって感じ。おって必ず値段言った後におを聞くっていうことにしてね。なるほどね、うん、おってなんか私私服だったら、うん、あのたまに私服撮影があるんですけど、はいはい、あの本当の私服の時には着ない私服用の私服を自分で買う時があります本当だったらだから撮影用私服っていうね、なんかお買い物本当に自分で買ってるものなんだけど、うん、実際私服だったらもっとダボっとしたのが好きなのに、うん、なんかダルビンちゃんこんなダボっとしてるの着てるんだと思いたくないから、うん、なんか綺麗なシャツ系とか、うん、ちょっとシュッとしたやつを着てね、買っちゃう。でそれに全然普段です。全然いつもこんな感じです、私の私服みたいなでやるっていうね本当の私服じゃ、まあ、私服は私服だけどね。そう、私服なんだけど撮影用のとかね、ちょっと意識しちゃう。アイドル見えあるあるかもしれません。そうなんですよ。さあそんなの来てますよたくさんはい、ラジオネーム、ポンプさんからいただきました。主婦の方ですね、うん、洋服を試着して試着室の外から店員さんが、うん、いかがですかって聞いてくれた時、本当はきつくて着られなかったのに、あちょっと似合わないので他のを見てみますって言ってしまう時。あーなるほどね、サイズが決して入らなかったわけじゃないそうすると次の試着に影響するんでね。そう、言っちゃえばいいんだよそういうのは。でもいや恥ずかしいですよね、うん、実際私もこのズボンのサイズさえあの、うん、合ってれば買いたいってやつはあの戻してから店員さんが見てないところで、あの分かりますか、店員さんにわざわざ、はい、あのもう一個ちっちゃいサイズ持ってきてくださいって言えないんですよ。ほうほうほう。店員さんが見てないところでちっちゃいサイズ取ってレジに向かうみたいなことをやっちゃいます。あそうなんですか。そう、恥ずかしい、恥ずかしくない。なんで恥ずかしいんですか。なんかちっちゃいサイズにするんでしょ。そう、いいじゃないですか。あ、間違えた、大きいサイズだ、大きいサイズ間違えた。あれ細かいところでやっぱり間違えた、だから俺下着の話かと思っちゃった。ちょっと謙虚ボディだからね、下着の話かと思っちゃった。やめてくださいよねえ、見え張ってちょっとね大きいの買ったつもりで一個ちっちゃいサイズにこそっと変えてるのかな。そういう時もあった。試着して言うとね、あのどうですかってズボン履いててね、はいはい、試着できましたかって時に、あもうできましたって開けた時にパンツだケツ出してるっていうの一回だけやってみたいよね。うん、ね、どっちのやつやってみたいの。一回だけやってみたいけどなかなかやれないもんだよね。あれね、勇気がいりますよね。勇気がいるね、うん、あじゃあ続いてのメッセージ紹介しましょう、はい、ジェームズ兄貴さんありがとうございます。ありがとうございます。僕は高校卒業後やりたいことのために1年間フリーター生活をしてました、うん、昨年の成人式の時、お決まりの話題、今何やってんの、久しぶりに集まって全式ありますよね。で飲食のバイトで一応週5日の勤務だった僕は、あ飲食やってるよ、うん、あ社員、うん、正社員だよと会う人みんなに小さな見栄を張っていました。本当は店長からの社員の誘いをまさに断っていた時期。あなるともなれたけど、そうじゃなくやりたいことのために、まあフリーターバイトでいたと。で大変な仕事のイメージのせいか、すごいな頑張ってるんだなとみんな言ってくれましたが、飲み会のノリでつい行ってしまったんです。今思えばみんな何かに迷っていた20歳、そんな見栄必要なかったのになと思いますなんでかっこよく読んだの今最後かっこいいじゃん、なんか、確かにみんな何かに迷っていた20歳。でもこの人去年のことだね、これ。あそうかそうか、まだ若いんだよ、まだ若い。これ50歳で20歳のとこ振り返ってるのかと思ったらそうじゃないんだからすごい去年のことを。それぐらいの心ありますね。あ僕もちょっとかっこつけたい時、声優の仕事をちょっと始めてから、はいはいはい、地元何かの用で帰った時に、うんうん、初めてね、声優雑誌その頃なかったんだ、はいはい、アニメ雑誌に、うんうん、こんな声優が登場してますっていう写真載るんだよ、はいはい、後ろの方にね。ほうほうほう。今みたいに声優のグラビアとかないからさ、かアニメの記事なんだけど後ろの方にちょっとあって、はいはい、このゲームかなんかにこんな人出てます、その集合写真の端っこに俺新人で写ったことあったのね、で出演者の中に山寺浩一って書いてあったから、それ嬉しくてカバンに入れてこう持って、でたまたまばったり会った友達に、うん、おー山寺お前東京行ったって言ってたよ、
あたまたま持ってるなーって 見せるの、そのアニメ差し見して、え、なにこれ俺つって、これ本当は見せる目的だったんだけど、これたまたま持ってるわっつって合うやつ合うやつに見せてた俺あとですぐ自分で写真、やばい、集合写真の端っこにあったけど、でも嬉しかったんだよね、うん、だってほらね、どうなるか分かんない、その時まだバイトしてたからね、そうか、バイト中だったらうなぎ屋さんでバイトしてた年なんだけど1個乗ったやつをずっといつも持って、いや山田さんがこれ俺って言ってる姿ちょっと、あ、乗って、そういえば乗ってたな、たまたまなんかマネージャーにもらったみたいな、買って、買ったんだけどね本当は自分で持ってるのに買ったんです、何冊か。もう一ついけますか、いきたいと思います、ラジオネームラリルレロジャーさんからいただきました。小さな見栄ですが、小学校の時バレンタインのチョコレートの数誰からもらったとかですかね、本当は親やおばあちゃん妹からしかもらってないのに、近所の女の子からもらったよっていう自慢をしていました。あ、でもこれ男性あるあるじゃないですか、お前チョコ何個もらったのみたいな、絶対ありますよ ね学生時代。山田さん今年チョコ何個もらったんですか。今年ですか、うん、もうこの仕事になるとですね、あんまりそういうところで見え張ったりとかってね、250個めっちゃ見え張ってるそうですよ、あの朝の番組終わってから激減しましたから。あ、本当ですか、本当に激を笑っちゃうぐらいの激減です。あ、そうなんだ、そういうことですよ、でも昔はね僕もほとんどもらったことなかったんで。あら、そうなんですか。そうですね、やっぱり性の仕事してから見え張りたくなりましたね。あ、何個もらったよ、その前はもう見え張るような気もしなかったことなかったからね女子と口も聞けないような男の子でしたからね。そうなん、見え張る気もしなかったです。あらあら、はい、じゃあもう一回いきましょうか。はい、はい、じゃあロビンお願いします。いいですか、はい、ですね、ラジオネーム、あ、ちょっと山寺さんお願いします。はい、私いきますよ、私がまたまた、はい、いくらでもいきますよこちらはですね、はい、モバリンさんからいただいております。ありがとうございます。私じゃないんですが、先日スーパーへ買い物行った時、お肉売り場で私は真っ先に割引シールが貼られたお肉に手を伸ばしたのですが、隣にいた年配の人が私に言ってるのか独り言なのか私に言ってるのか独り言なのか、犬にいいわねと言いながら同じくシールの貼ってあるお肉に手を伸ばしていました。私の心の中では、いやいや、どうせあなたが食べるでしょう、変な身貼らない、貼らなくたっていいのにと思いながらその場を立ち去りました。犬、うん、犬にいいのねつって割引のやつで犬に食わせるか、本当に言わなくてもいいだろう優勝だなこの人、いや、この年配の方が年配の方優勝、犬にはね、犬にはね、僕あのうなぎ屋さんでバイトした時、はいはい、本当にあのね、この自分ね、蒲焼きと蒲焼きだから、うなご飯ないやつと、はい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 、それとうな丼、うな重頼んでる方がいて、行ったら本当に女性の一人暮らしらしくて、何々ちゃんって犬の名前呼んで本当に蒲焼きあげてたから、びっくりしたよ、うなぎだよ、本当にびっくりしたことあったよ、うなぎびっくりした、俺だってめったにまかないで食べられねえのに、何ヶ月前に一平なのにと思ってね、犬に嫉妬してどうするんですか、悔しかった、それ俺が食いたかったと思ってじゃあもう一通からいきたいと思います、ラジオネームウォコニャンさんからいただきました。僕の小さな見栄は子供の頃からのものです。多少多めのご飯を出されても大丈夫大丈夫、食える食えると見栄を張って苦しいのに無理をしてしっかり食べてしまうんです。残すのがもったいないということもありますが、変に見栄を張り続けたせいでお腹周りに余分なものがたくさん溜まってしまいました、うん、山田さんもさっき ねラーメン屋さん行った時にね、あ、この人もういい年で食えるんだと思われたくないっていうね、残せばいいじゃないですか、1対1初めてのお店で1対1ってから、お店の方3人で僕1人だったんで ね、 いや、あのね、カウンターでね、山田さんが思ってる以上に、お店の方山田さんのこと見てないですよ、そんなにめちゃくちゃ人だったんだよ見えてんだって、カウンターなんだから、ちっちゃい店で、あ、見えた、見てた、やっぱ視線がカウンターでずっと見られてる感じがしたから、本当ですか、だからもう本当にその後一歩も動けなかったのね一生懸命食べてごちそうさまって涼しい顔してて、大変でした。ちゃんとねコントロールしてくださいね、はい、さあもう一個いきましょうか。ですね、はいはい、こちらですね、はい、小手さんからいただいております、ありがとうございます。自分の小さな見栄、ブランドのパスケースを使ってるんですけども、本当はギフトカタログで交換したのを使ってます。あ、ブランド持ってますよってアピールしてます。あ、いただいたやつ、ね、いただいたやつをね、でカタログギフトのやつで、全然いいじゃないですかね、うんうんうん、それは、あ、それから浴衣の生地の反物の利用法を思いつきました。あ、しまちゃんが今日本屋ノートのカバーなんかどうですか、あとセンスと
扇子とバッグのセットなんかもいいかもしれませんっていうのもいただいております。ありがとうございます。そうなんですね、素敵なアイデアも。今日島ちゃんね、この後言ってくれますけどもね、そうなんですよ、専門家の方が聞くってことですけども、皆さんからもね、反物、横綱鶴竜関のね、はい、反物、浴衣の反物を使ってどんなものがいいかっていうアイデアもね、皆さん送っていただきたいと思います。はい、お待ちしています、はい、それから引き続き小さな見えメッセージお送りください。アドレスはベイラインアットマークベイ FM.co.jp BAYLINE アットマークベイ FM.co.jp までお待ちしています。さあ、それではここで三重は三重でも三重県出身アーティストのナンバーをメドレーで、ね、お届けしたいと思います。まずは三重県松阪市出身西野カナ、ダーリン。小さな三重というね、テーマでお送りしてますこの時間ですけど、はい、三重で三重県出身アーティスト西野カナについては阿部静江さん、この方も松阪出身、阿部静江、水色の手紙でした。FM 78. You are listening to Bazooka Yamadela. Shoko Robin Okada's The Bayline.さあ、ここでね、見えあったわけじゃないですかね、本当に大人気で、一昨日初の日本武道館公演を行って大成功を収めたピコ太郎のナンバーいきましょう、うん、当日はクリームシチュー爆笑問題ね、の芸人仲間はもちろん五木ひろしさん、東京スカパラダイスオーケストラなど国外内外合わせてなんと13組46名のゲストが大いに盛り上げたとのことです。すごい。そしてこの曲はね、およそ2時間半のステージで合計10回披露したそうです。いきましょう、ピコ太郎 PPAP。パイナップルアポペン。まずは山田と岡田ロビン翔子でお送りしているザ・ベイライン。ラジオで PPAP ね。いいですね。しかもロングバージョンのやつっていうのはね。でもあのね、動画で何回も見てるっていうか、まあいろんなところで歌ってるからね。うん、脳内再生率が前半部分ね。本当に。こっちの長くなった部分は、ね、映像思いつかないんだけど。最初の部分だけすごい脳内再生率高いですよね。いやでもやっぱテンション上がりますね。あ、テンション上がりますか。テンション上がり、私一回ライブでやりましたもん、ちょっとあそうか、乗っかれるものは何でも乗っかれるっていうね、ロビンさんさすがでございます。さあ、小さな見え、はい、紹介しましょう。いいですか、ラジオネームまさきまさきさんからいただきました。今歯医者の待合室にいます。周りに子供がいるので見えを張って平然をよそっていますが、正直ビビってます。これだけ技術が進んでも歯を削る音は変わらないんですよね。いつまで経っても苦手です。あ、歯医者さんね。歯医者さんにいてね、平成を装ってるんだよね。あ、平成を平然を装ってる、ね、平成を装ってる、平然として平成を装ってる。大丈夫ですよ、大丈夫。その細かいことは僕いちいち言いませんから、みんなに分からないように言いますから。言ってますから。あ、乗ってんのこれ。言ってますから。格下げたつもりがごめんなさい。生放送ですから。どっかのラジオのあれみたいになっちゃったら本当に大変だからやめとこ、うん、やめてください。音さんからいただいておりますよ、はい、うん、若い頃に社員旅行で沖縄へ行った時、初のスキューバダイビングに挑戦したんです、うんうん、ダイビング用具レンタルするのに体のデータを申請しなきゃいけない。受付担当が女性だったので、身長本当は162センチなんですが、うん、164センチですと2センチの小さな見え入りました。そのぐらい大丈夫だろうと思ったら、用意されたウェットスーツは大きくて水がガンガン侵入してきて、マジでヤバかったです。ね、小さな見えは時として後で大ごとになるので注意ですね。さすが元人的な落ちが綺麗。小さな見えは大ごとになるんだって。なるほどね。身長大きく見せたいものなんですかね、男性は。2センチ打っちゃったことでそうなっちゃったと思います。ね、私はちゃんとその、162センチそのまんまですから。いや、僕も山寺さんあれじゃないですか、さりげな 175. 何センチかもしれませんが、176センチ。あ、ちょっとね、そのぐらい打って、あの、決まれば大丈夫です。でも男性だったらブーツの中にインソールとかね、ちょっと入れちゃえばバレませんから、シュッて。ん、ね、インソールでしたっけ、うん、あるじゃないですか、あれも、うん、それ女性だって一緒じゃないですか。あ、まあまあそうですけど、ええ、女性の方がいろんな高い靴履いてもね、そうそうそう、自然ですけど、そうそうそう、あの男はあんまりあんまないですよね、デザインによりますよ。まあ確かに確かに、うん、じゃあもう一ついいですかね、ラジオネームひでひっこりさんからいただきました、私はしょっちゅう見栄を張ってしまいます。洋服のサイズはピチピチのワンサイズ小さいサイズを言ってしまったり、持ってもないブランドバッグを知っている知識だけで持ってるように話したり、超見栄っ張りなんです。最近の見栄はセールで
8割引きで買った服の元値を言って高いアピールをさりげなくしてしまいました。嫌な女にならない程度に見栄を張ろうと思います。もう山寺さんがさっき言ってた通りですね。8割引きってすごいですね。1万円のものが2000円ですから ね。それを100万円のものは20万円ですから。まあまあ分かりますけど。分かりますよ。私でも分かりますけど、じゃあ7万円のものはいくらですか。8割引きだと7万円のもの、うん、大丈夫です。もう大丈夫です。まあ、洋服もありますけども、はいはい、サイズとか ね、いろいろありますけれども、そうですね、はい、今さっき思いついたのですぐ忘れちゃうのね。パッと思いついたことすぐ忘れる、すぐ思いつくとすぐ忘れる。忘れないでください本当に。こちらローズベイさんからいただいております、はい。この方はですね、4歳の孫男の子に洋服を買って持っていくと、最近これどこで買ってきたのと聞くようになりました、うん。4歳の、ま、お孫さんがね、でスーパーで買うのがほとんどなんですが、デパートで買ってきたのよと言っています。なので孫は保育園で、この服ねおばあちゃんがデパートで買ってきてくれたんだよと言ってる。そんなかわいいな。ういう言うんだね、実は島村で買う時もあります。あ、島村いいじゃないですかね。いや、島村おしゃれなものもたくさんあって ね、うん、うちの島村もおしゃれですよ。ゆきおさんの方もね、ゆきおさんの方もね。いいですね、お孫さんデパートだった。かわいい。やっぱデパートは高級なイメージね。まあまあ、あまり割引しないイメージがありますからね。そうですね、うん。じゃあもう1ついいですか。ラジオネームラリルレロジャーさんからいただいたのは、本当はお寿司のわさびが苦手なのですが、好きな人とデートで回転寿司に行った時、子供っぽく思われないように、うん、サビ抜きのも ものでも、うん、わさびガンガン使ってしまう自分がいます。クーッと言いながら、それは心では大号泣してます。あ、それは、あ、子供っぽく思われないように、せめて少なめっていうか ね、少なめで、確かに、ね、そこで頑張んなくて、サビ抜きでっていうタレかも、ちょっと少なめでぐらいでいいですよね。そう、ね、子供っぽく思われたくない。思い出しました。あ、何ですか、さっき言おうとしてたやつ。映画とかです。見てないのに話の流れでこれ見てないってのは恥ずかしいなって何とか合わせるっていうね。うん、いや私も見たダイジェストとか予告で一生懸命、そうそう、あんなやつあれでしょ出てる人、ああ、あれねみたいなね。でもそこからちょっとマニアックなネタ言われちゃうともうついていけないですよね、うん。そういうのあり、そうありますよね。ある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 。はい、はい、さあ、見栄を張った小さな見栄紹介してきましたけど、あのね、ここでね、はいはい、ちょっとあの反物プロジェクトに来てるんですよ。この後ですよね、反物プロジェクトにね、来てます。こちら埼玉の G63 さんからいただきました、うん。これ鶴竜関のね、反物いただいたやつですけども、浴衣生地のでアロハシャツなんかどうですか。一旦で大体2枚作れますよ。私も作りました。この方に頼むってのどうですか。お願いしてね。この私も作りましたって自分で作ったってことだったの、すごい。この方に頼んで作ってもらうと。いや、アロハシャツ、それからロンサム親父さん、この方はですね、うん、お守り袋ぐらいの小さめの袋にして、山寺さんとロビンちゃんのそれぞれおすすめの香りを入れた匂い袋どうでしょう。あら、数がたくさん作れるし、癒し系、目覚まし系、いろいろ楽しめます。おしゃれな、いいですね。確かに匂い袋、しかもね、それだったらたくさんの量が作れるから。そうですね、それぞれのイメージのね、ロビンだったら何ですか、ドリアンの香り、ドリアン香りがちょっと、ね、フローラルな感じ、ね、フローラルな感じですか。ちゃんといい香りですよ、その時はね。そうですか。それからこっちはですね、裏地を貼ってペコさん、はい、裏地を貼ってかっこいい長財布どうでしょうか。あ、長財布和の感じかな。かわいい根付けもつけて、デザインはロビンちゃんに任せた。私根付けもつけてだって、ロビンちゃん、どうしますか、根付け。ちょっとねえ、ね、長財布に根付けもつけんの、どうする。どうする根付け、どんなのがいい。根付け、わかっちゃうね、どんなのがいいですか。根付けだから。根付けって何ですか。早く聞けや、知らないんだったら。知らないんだったら早く聞けや。やっぱね、見え張りたくなりますもん。あの昔、大瓶とこに財布とかすんで、こうピローンと紐みたいに言って、その先っちょにつけるやつですよ。あ、そうなんだ。なかなか知らないですよ、皆さんね。知らない。僕、落語やってたからたまにちょっと出てくるぐらいでね。知らなかったらかっこ悪いから。ってことで、この後、反物プロジェクトで、ね、島ちゃんが専門家の方に、はい、ね、どんなものができるのか聞きに行くということでございます。そうなんです、ついに反物プロジェクトがスタートしますよ、はい、大丈夫です、今僕もう言ったんでそれ。もう大丈夫です。皆さんはお疲れ川柳、はい、疲れてるよ五七五の川柳にして送っていただきたいと思います。はい、はい、アドレスは baylineatmarkbayfm.co.jp baylineatmarkbayfm.co.jp までお待ちしています。いやー、こう知らないことをいきなり言われるとね、こう知ってるってこう見栄を張りたくなるもの。街角 Let's
マスーカ山寺と岡田ロビン翔子でお送りしているザ・ベイライン。時刻は午後6時を回りました、はい、さあ6時台の頭このコーナーでございます、うん、島村ゆきおしまちゃんがいろんなスポットに新スキボス街角 DJ です。さあ今日はどこに行ってるんでしょうか。ゆきお、これ反物一端っていうのは俺大体長さどれぐらいなの。ゆきおです。必ずセリフからね、下げない小芝居からありがとうございます。しまちゃん、そうです、たくさん来てますよ、ね、いろんなねアイデアが。そう、いろいろリスナーの方から、なんか結構みんな好きかって言ってますね。ありがたいことにね。いや、ありがたいことに、ね、いろんなアイデアが来てますよ、ね、長財布にはびっくりしましたけれどもね、根付けをつけてっていうね。そう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 、ねえ、さあということでお弁当の次は反物ということで、うん、いよいよ今日からスタートの雪夜の反物プロジェクト。雪夜のってあの地元袖ヶ浦ではですね、はい、そろそろ反物時期が始まって反物プロジェクトっていうのが始まるんですけども、こちら反物プロジェクトでございます。反物ね、はい、先日井筒部屋の元力士俳優ね、両国広志さんからいただきました、うん、横綱角流の、浴衣の反物、これ超貴重な反物をですね、何か加工してリスナーのみんなにプレゼントしようというプロジェクトということですけども、はい、反物はスタジオの2人が見てくれましたか。あ、見ました。素敵なね、水色写真でね、うん、写真でですけどね、写真ででしょ。現物見てません、まだ写真で。そう、現物見てないの。現物見てないです。おかしいな、何ですね、興味ないんじゃないの。いやいや、ありますよ、ありまくりですよ。しまちゃんが隠し持ってるって噂を聞いたんですけど。そうですよ、なことない、そんなことないですよ、ね、さあということで今日ですね、その専門家の方に、まあ、布地の質やね、厚さなどを見ていただいて、うん、実際何が作れるのかを意見をね、伺いたいなということで。なるほど、今日はね、両国にあります、はい、メルヘンアート株式会社にやってまいりました。ここちょうど清澄通りと蔵前橋通りが交差します石原一丁目から近くですね、うん、両国の駅から 12、3分というところで、まあ、重厚な木の扉を開けますと、まあ、はい、すごいその手芸品のいろんなアイテムが並んでいる綺麗なショールームでございます。さあ、ここにいらっしゃるですね、お方にお話を伺ってみたいと思います。こんばんは。こんばんは。お名前を聞かせください。はい、藤沢富子と申します。こちらの方ですよね。はい、はい、ですね、カラフルなカラーリング、ね、ショートカットで、ね、白い眼鏡で、もうまさしくデザイナーのような感じでございますね。とんでもございません。非常に素敵な方でございます。これ藤沢さんは富子さん、はい、なんて呼んだらいいですかね。おとみさんですか。そうですね、おとみさんでも、みんなからトンビって呼ばれてます。トンビ、はい、油揚げの。そうです。あ、油揚げ好きなんですか。そうそう、大好きなんです。あら、まあね、そんなトンビさんにいろいろね、話を伺ってみたいんですけど、うん、このメルヘンアートというこれ会社、どういう会社なんですか。DIY の、ハンディクラフトの、いろんなグッズを販売している会社なんですけれども、まあ、全国の手芸店さんとか、うん、あとホームセンターさんとかに、ビーズとか紐とかを供給しております。まあ、我々 DIY 好きにとってはもうよく行くお店に並んでるものの、まあ、大元ここだということですね。そうですね、 Y さんとかあの T さんとか行くと並んでますので。トムさん、ここ儲かってまっか。儲かってますぜ。本当ですか。実際に行く方はなかなか珍しいですけどもね。そうですよ。さあ、さらにですね、聞くところによりますと、あの大ヒットの朝ドラアマちゃんの劇中に登場しましたミサンが手掛けたということなんですか。ミサンが指導ということで、あのアマちゃんの方たちに、ミサンガを、はい、指導させていただきました。ミサンガ、ミサンガみんなで作るシーンとかを指導した。あったよね、網の、ミサンガ作ることも教えたってことですね。そうですね、あのミサンガも作っていただいたり、あと、まあ、ミサンガを作ってるところがどうやったら綺麗に見えるかとか、その辺をあの、はい、スタジオでやらせていただきました。監修的なことをね、ドラマの、ね、その影響もあってもミサンガでもがっぽり言ってるってことですか。いやいや、そんなことはない。そんなことないですね。せっかくノリで押してたんですね。そんなですね、素敵なあの藤沢ね、富子さんにですね、お願いあってきたんですが、うん、あの横綱鶴竜の反物で浴衣以外に何か作れないかとプロのご意見を聞かせていただきにやってまいりました。でこれが実際の浴衣の生地でございます。いかがですか、はい、見て。あのとってもすごくあの柄が素敵で、あの普通お相撲さんの反物っていうとあの 字でこうなんとか関って入ってるんですけれども、うんうんうん、これは鶴竜さんの、鶴とあの竜が、あの絵で入ってるんですけれども、もうとっても素敵なあの柄になっております。プロから見ても素敵ですね。これだから通常の反物浴衣生地よりも少しの幅も広いです。やっぱお相撲さん用ということもあって。そうですね。あの普通36センチって私聞いてたんですけれども、さっき測ったら40センチありましたので、きっとなんか大ぶりなものができるんじゃないかと思ってます。
なる、あ、やっぱり何かイメージ湧きますか。そうですね、この大胆な柄を生かした何かね作れるといいなと。そうだよね。で、あの要望としてはですね、この鶴とその竜に関してはちょっとうまくこれを残したい感じがするんですけど。そうですね、絶対にこれ残した方がいいと思います。だからあんまりちっちゃいものじゃなくて大きいものを作られた方がいいんじゃないですか。そうか、ちっちゃいと鶴が入らなくなっちゃう。今そのインスピレーションで浮かぶものとしてはどんなものが作れそうですかね。そうですね、あの一番いいのは、あずま袋って言ってエコバッグみたいなものがあるんですけれども、そんなものを作るといいんじゃないかなと。あずま袋、はい、それなんか頭にかぶるとかそういうんじゃないですね。そうじゃなくて、あの、よくあのこう上を縛ってこうスーパーなんか行った時にこう、うんうん、物を入れる時に使うものなんですけれども、うん、あの保育園 の, あのシーツを入れたりとか、そういうのにも使われるものですね。結構その保育園入園時にこういうものを作ってくださいよなんて言われる中にも東袋っていうのはあるんですか。そうですね、必ずあの保育園児はこれをあのお母さんたちは作らされますね。でもまさに今東袋にはタイムリー、はい、ベストシーズンです。そうですね、はい、実際例えばこの作る過程みたいなものとこれだったら結構かかるでしょ。でも時間とかどうですか。いや、この東袋っていうのはあのこう反物になってる状態のものだったら2箇所を縫うだけでできるんですね。そうなんですか。そういうのいいわ。そうなんです。そんな簡単にできるんですか。そうなんかとっても簡単なんです。作り方はいやロビンもできるよ。いや、しまちゃんができる。ってことはそのいわゆるその底の部分というのはじゃ折り込むような形だから強度はあるってことですかね。そうですね、あの折り紙みたいなものを想像していただければいいと思うんですけれども、あの底のところを折って作りますので絶対に、うん、あの底が抜けないっていうものができるので、あの絶対これは、ね、アズマ袋にいいんじゃないでしょうかね。これでも保育園児がこの鶴竜のこの生地でアズマ袋で行ってきますってこれ相当目立ちますね。すごい渋くていいじゃないですか。キャラクターものよりも全然かっこいいと思います、ね、色明るいし。あ、なるほど。でも今の時期にやっぱりかなりのタイムリー。ただもう本当に予算的な部分は本当にないんですけど、大体一つおいくらぐらい出てきますかね。あの本当に2箇所を縫うだけなので、もうあの工賃としても100円ぐらいでできるんじゃないでしょうかね。マジですか。え、本当に頼んで100円なら僕のポケットマネーでもいけますね。そうですね、それ頼んで、あのもしあの針と糸を持つのが嫌だったら、うん、あの両面テープとか裾上げテープとかであのアイロンとかでペタッとつけていただいてもいいですし、自分たちで作る場合100円かかるってことか。人に頼んだら、あ、じゃあ結構東袋ちょっといいですね。うん、とってもおすすめだと思います。え、それ以外は何かありました。あとはその大胆な柄を生かすんであれば、あの、のれんとか。のれん、はい、あのれんいいですね。そうですね、あのだいたいこう出口、あの出入り口の幅って90センチなんですけれども、この反物ちょうど40センチありますので、40をこう2枚使って80センチで、いいのれんができるんじゃないでしょうかね。のれんいいで、お家でもいいですし、例えばお店で欲しいという方がいたら、これ山ちゃんロビンに何か字書いてもらって ね、お店の名前とか、はい、サインとお店の名前を入れていただければ皆さん大喜びじゃないでしょうか。俺、ね、もいけますね、のれん。それ以外ハサミで切るだけでいいね。あとはそうですね、あのペットボトルカバーとか、あとはティッシュケースとか、はい、ペットボトルをそのなんか包み込む、ちょっと何度手ぬぐいをうまくあの利用するような感じですかね、これね。そうですね、あの日本手ぬぐいみたいなものをイメージしていただけると、いろんなものが、できるんじゃないかと思うんですけれども。あ、これなんかちょっと肩になんかしょう感じでいいですね。いけそうですね。そうですね、飛脚みたいな感じで。あ、いいですね。だから逆にもこれあれですね、もう大胆にあの生まれてくる子どもたちのためにおむつとかどうですかね。ちょっともったいないじゃないでしょうか。もったいない、もったいない、はい、隔離席の横綱のやつ。横綱級のが出てきちゃう。横綱級の赤ちゃんになれるみたいな。ね、いいかもしれないです。のれんとかさ、それ以外は何、そのブックカバーとかそういうのもあるってさっきちらっと。そうですね、ブックカバーにもなるんですけれども、ね、ただ柄がとってもあの大柄になってるので、そうだよね、ちょっと隠れちゃうのがもったいないかなと思って。ない人も出てきちゃうね。ないのも出てきちゃう。ね、このような感じでアイディア出ましたけど、いかがですかスタジオのお二人は。あれですよね、先ほどのトンビさんもおっしゃったように、うん、柄がね、大きい方がいいんだったら。アズマ袋っていうのが我々も ねで誰が作るんだって話あるしね。そこ工賃もかけられないんで、なるべく簡単なものがいいんですよ、ね、うん、ティッシュケースもでも柄出るかな、うん、あのティッシュケースはあの折っていくだけなので、え、折って縛るだけなので、折って縛るだけ、はい、なんだ。じゃあ、はい、あの布ごと渡して自分でやってっていう。そう、ティッシュの箱の高さとかね、大きさも違いますからね。そうですね、あの大きさが違うので、
はい、なるほどね。なのでね、そのためにくるむような、はい、そのくるみ方さえ分かればね。そうです。じゃあやっぱりそれをもらった人に、はい、ということでこういうねやってもらう、うん、今のちょっとあのトンビさんのですね、はい、意見を参考にさせていただきますんで、でまた来ちゃうかもしれませんけど、あ、どうぞどうぞいらしてくださいませ、ね、なのでですね、あのぜひともあの大々的にこのお店の PR の方そうですよ、ね、はい、なんで、あのもう両国今あのホットスポット、北斎美術館とかあの国技館とか江戸博物館とかいっぱいあの見どころがございますので、ぜひ両国にいらしていただいて、お近くまでいらした折にはぜひメルヘンアートストアの方までお出かけくださいませ。結構いろんなワークショップもやってらっしゃるんですよね。そうですね、あのもちろんミサンガもやってますし、あとはあの今ハンギング、プラントハンギングが人気なので、そういうののワークショップを月に、はい、プラントハンギング、いやこれむっちゃくちゃおしゃれです。はい、とってもおしゃれです。ぜひいらしてください、はい、ワークショップやってますので、はい、植物を何かするんですね。はい、藤沢富子さんがね、はい、お待ちしておりますんで、はい、ぜひですね皆さんね、ホームページとかあるんですか。あ、ホームページございます。あのメルヘンアートで検索していただければ、ご覧になっていただけると思いますので、ぜひご覧になってみてください。はい、わかりました。ということで両国にありますメルヘンアート株式会社からお届けいたしました。藤沢さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。頑張っていいものを作りたいと思います。はい、はい、作りたいと思いますって言ったからシマちゃんが全部責任を持って、だからトンビさんに教えてもらって、ね、そこでいろんなものを借りしてシマちゃんが用具は売ってるからそれで作る可能性もあるわけだ。いや、また失敗作とか出ちゃうんじゃないですか。シマちゃんゴミも嫌いじゃないか。私もちょっと下手ですからそういうの大事な反物ですからね。いや本当にこれでなんとかしてですね、ね、皆さんからアイデアもいただいておりますし、はい、何らかの皆さんに喜んでいただけるようなプレゼントを作るつもりでおりますので、皆さん楽しみにしていただきたいと思います。シマちゃんありがとうございました。ありがとうございました。さあこの後は皆さんお疲れ川柳ね、紹介しますのでどんどんお寄せいただきたいと思います。今のお疲れの気持ちを575の川柳にして送ってください。アドレスはベイラインアットマークbayfm.co.jp baylinebayfm.co.jp までお待ちしています。さあそれではここで一曲いきましょうね、先ほどね隔離石の反物のお話で盛り上がりましたけれども、その隔離石カラオケで日本語を勉強したんだそうです、この曲もよく歌ったそうですよ。お送りしましょう。坂本九、上を向いて歩こう。ザ・ベーラインお送りしたのは坂本九、上を向いて歩こうでした。東日本大震災から間もなく6年が経とうとしております。ベイ FM では3月11日土曜日、様々なプログラムでこの6年間を振り返り、今を知り、そしてこれから私たちに何ができるかを考えていきます。朝6時30分からの東日本大震災復興支援番組ハートラックでは DJ 小崎くんがですね、トークのリアルな現状を取材してお届けします。そして午後1時からの学ぼう防災減災今だからできることパワーベイモーニングエディションでは、 DJ 斉藤梨沙さんが被害を最小限に抑えるために知っておきたいことをご紹介します。また夜7時30分からの Your Playlist では、震災直後応援歌を送った福島県を大黒摩季さんが再び訪ねた模様をお届けします。3月11日を機に改めて今できること、備えられること、ぜひ一緒に考えてみませんか。リリースフラッシュ。さあ今日水曜日は新曲リリースラッシュの日です。それ気になる新曲をフラッシュで聞いてみましょう。まずは私も所属する事務所の大先輩中島拓也さん。福岡出身、ロックが大好きでおまけに白マニア。今年39歳になる、そんな拓也さんが約2年ぶりのシングルをリリース。今回のこの曲に対してインタビューで、息子に捧げる歌とこれまで語ったことのなかった家族への思いが綴られています。お送りしたのは中島拓也、我が子に捧げるパンクソングでした。続いては2011年に結成した4人組アカシック。誰もが口ずさみたくなるキャッチーなメロディー、そして横浜生まれ繁華街育ちのボーカルリヒの独特な世界観が話題を呼び、この曲で待望のメジャーデビューを飾ります。しかもテレビドラマラブホの上野さんの主題歌にも大抜擢、注目のバンドです。お送りしたのはアカシック、
アイハッピークレイジーでした。続いては現在現役大学生で19歳の僕のリリックの棒読み。なんと高校3年生だった一昨年メジャーデビューを飾っている逸材。しかもそのデビューシングルの限定版では特典として収録曲の中の1曲をモチーフにした短編小説を書き下ろすなど、音楽業界のみならず各方面で注目を集めています。今回の作品は来週末公開の映画3月のライオンの主題歌としておなじみ。お送りしたのは僕のリリックの棒読み B ノーブルでした。続いては愛媛発のローカルアイドルグループ姫キュンフルーツ館。2013年にメジャーデビューして以来、ゆるキャラとのコラボや片岡鶴太郎さんとのコラボ、さらにはド発展と全国ツアーを回るなど全力全開で活動中です。そんな彼女たちの最新シングルはアニメピカイアの主題歌になっています。お送りしたのは姫キュンフルーツ館、心つながるでした。はい、4曲聴いていただきました。はい、いや、あの中島拓哉さんは私たちチャオベラチンクエッティにも曲を提供してくださったりしてる、そうですよね、もう本当に大先輩なんですけど、うん、今回こうやってお子さんに向けた曲っていうのは本当に私も初めてなの、うん、ので、うん、拓哉さんのこのお子さんに対する愛あふれるロックなこのなんか歌詞とね、歌声が本当に素敵だなって思いましたね、うん、はい、お世話になってるものね、お世話になってますいつも、はい、さあそして僕リリですけども、僕リリ今本当大注目ですね。本当ですね、10代ですからね、まだ、いやびっくりですよね、この才能が、こっからどうなりますかね。ロビンさん、いやもうこのままもう走り続けてすごい方になるんじゃないですか。今本当いろんなことで注目を、3月のライオンの主題歌っていうのはね、19歳で担当するという、しかも小説もいろんなことやってきそうですね、これから。本当ですね、うん、かっこいいってことで、じゃあね、ソロをたっぷり聞きましょう。はい、はい、今日リリースです、僕のリークの棒読み B ノーブル。今日リリース、僕のリークの棒読み B ノーブル、お送りしました、ね、かっこいいですね、まあ、この言葉のセンスというのもね、こうなんか評価されてますけども、一体今までどんなどういう本を読んできてね、どういうものを見て育ったのとか知りたいですね。気になりますよね、音楽性に関してもね、はい、さあ、先ほどね、フラッシュで、聞いていただきました4曲の他にも今日リリースの曲ありますよ、はい、こちら時間の流れをテーマにした沖縄テイストのメッセージソング、ゆうすけ流れ。映画チアダン、女子高生がチアダンスで全米制覇しちゃった本当の話の主題歌、大原さくら子ひらり。ドラマスーパーサラリーマン冴えない氏の主題歌、三代目 J ソウルブラザーズ from EXILE TRIBE HAPPY と、明日、今日ですね、今日リリースになりますので皆さん注目してください、はい、以上リリースフラッシュでした。 You are listening to Bazooka Yamadeyla Shoko Robin Okada's The Bayline。数回までだと岡田ロビン翔子でお送りしているザ・ベイライ ン, ライン。さあこの時間はいつものようにお疲れ川柳いきたいと思います。はい、あなたの今のお疲れの気持ちを五七五の川柳にして送ってくださいということでいただいております。紹介したいと思います。はい、ラジオネームミネミネさんからいただいたお疲れ川柳。先延ばしたまるレシート一月分。この方ね、家計簿を後でつけようと思って取ってあるレシート、はい、気がつけば1ヶ月分以上溜まっています、うん、こうなるともう忘れたふり見ないふりでさらにどんどん溜まっていき、最終的にクタクタになりながら時間をかけて家計簿をつけるという余地が待っています。どうしよう、めんどくさいって ねこういうことをまめにやろうやろうと思って、まあいいかまあいいかって先延ばしにするとね、どんどん溜まっていくものですよね。本当ですよね。本当習慣にしないとなかなかこういうのって続けられないですよね、家計簿。海さんはそういう、まあ、家計簿つけてないでしょうけども、まあ、他にコツコツやらなきゃいけないことをコツコツやるタイプですか？全然できないんですよ、はい、全然できない。僕もずーっとそうですああなんでコツコツやればこんなに苦しまなくて済んだのになということはね、本当に日々ずーっとそうですね。もう何のアドバイスもできなくてすいません、ごめんなさいね気持ちはわかる気持ちはわかる。続いてゆうりさんからいただきましたお疲れ川柳。傘持って電車に忘れ雨が降る
帰りに雨かもと思って傘を持って家を出たのに、その傘を電車に忘れてきたので仕方なくコンビニに寄りました。結局また買うことになったということですね。わかります。昨日は突然あの夕方関東地方はね、ありましたよね。なんか天気予報なかったよね。なんかパラパラって急に来て冷たい雨降ってね、そうわーっつって僕は傘やっぱりコンビニでパッと買って、ね、ですぐスタジオに入って出てくるときに晴れてるというね。そう、それでね、そういう人多かったと思いますけども、常に折りたたみ傘を持っていけばね、そういうことにはならないんですけど、ね、そういうことですけれどもね。じゃあね、持って出たのに忘れちゃったというね、うん、はい、じゃあもう一ついきたいと思います。ラジオネームパパボンヌさんからいただいたお疲れ川柳。花粉症、マスクの下はティッシュ詰め。もう鼻水がダラッダラなので、マスクで見えないのをいいことに、はい、両方の鼻にティッシュで蓋をしています。あ、突っ込んじゃってんのね、鼻血出た時みたいな感じでね。これね、花粉症の方、うん、そうですよね、もう花粉が飛んでたりします。もうそうですよね。意外と昨日みたいにちょっと小雨の湿気のある時でもね、うん、逆に飛んでるみたいなことをね。そうそうそう、僕も花粉症ですけど、まだそんなにひどい症状出てませんが、ね、ちょっと目が痒くなったっていうのはありますけども。うん、これね、ティッシュ鼻に詰めてるの忘れてマスク取っちゃったら。取ったら大変ですよ。両方ですからね。大変ですよね。両方ベローンって結構長いの出たりしたらね。やだ。大変ですから、から口呼吸しなきゃいけないってことね。そうですよね。喉も気をつけなきゃいけないし、大変です。気をつけてください。はい、続いて、浜ちゃんからいただきました、お疲れ川柳。我が愛車、警報アラーム鳴りやまぬ。え、なんで？先日妻と二人で近くのスーパーへ買い物に行き、うん、車のドアロックをしたつもりが、なぜか警報装置が作動してしまい、しばらくクラクションが鳴りやまず、二人であたふたしながらもなんとか鳴りやみましたが、買い物する前にどっと疲れてしまいました。警報のってね、ファー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 ってね、びっくりしますよね。すごい音が出て周りに、僕も前ね、仕事でこう止めて、うん、スタジオに入ったらパーパーパー、誰の車でうるさいな、これね、迷惑なんだよ、誰本当に盗もうとしてる人がいる、うん、そうじゃないんでしょ、なんか誤作動でしょっつったら、すいません山寺さんの車なんかあってあ、俺っつって、なんでなったんだっけ、なんでなったのかな、なんでなんですかね、何かやっぱりなんかちょっと違うの、なんだったの、わかんないけど何かでなったんです。あたふたしてます。すいません、なんだかすいませんっていう。う、誰かいたずらしたわけでもないのにたまたまなった。中に何か置いてた？違うな。なんでなんだったのかな。なんだったんだ。まあ、ロビンさんは考えてもわからない。そうですね、なったことないから。まだね、なったことないって、まだ免許はまだ、もうちょいですよね。もうちょいだと思って。もうちょいでね。まだ車も持ってらっしゃらないんでね。持ってないからね。なんだろうって一生懸命考えてるふりしたけどね。見え張るのやめてもらっていいですか？いいじゃないですか。見え張るの。もともとわからないのに見え張ってんの。そう、私そのシステムとか知らないはずなのに。私常に見え張ってますからね。車のことちょっと詳しい。なんだろうね。考えるふりしたっていいじゃないですか。じゃあもう一つだけですか？もう一回行きましょう。ラジオネーム、劇外さんからいただいたお疲れ川柳。カーナビを設定しても間違える。おまた車。確かにね。わかるよわかるよ。教習所ででもカーナビの使い方やるそうですね、最近はね。あ、そうなんですか。私の教習所カーナビの使い方はやらない。やってない。あ、地図で自分で考えろって言ったの。自分で路上の研修の時に全部の覚えて。そうなんですか。カーナビじゃなくてね。そうですね。カーナビで教習所の生徒カーナビでそれ取りきゃいいやっていうダメですよね。そんなことは教えない。ちゃんと地図を見てね、あの道を覚えなさいっていう風に指導していただいて、はい、この方は、ね、カーナビを設定しても間違える。あ、そうね。カーナビが間違えちゃうってことなんですかね。いや、そうじゃないと思いますよ。違うのか。カーナビやってるんですけど、カーナビのだから100メートル先なのに50メートル手前の道を入っちゃうとか、ここで曲がれたりまだ大丈夫かと思って次だと思っちゃうとかね。なるほどね。もう、たまにこの、なんか、ありますもんね。ちょっと、もうちょっと早く言ってくれればなっていう、この信号ですとかっていうのがちょっと遅いみたいなね。カーナビとのコミュニケーションがね。入りきっちゃダメだね。自分でやっぱりある程度把握しとかなきゃダメっていうことですね。確かに。道を覚えることも大事ですよね。はい。燃える音。さあ。そうですね。しばらくあの、ロビンさん教習所通って、ね、いつかあの、でっかい車輪の、赤い車、赤いごつい車ね。タイヤの大きい車が行ったらもうトラクターしかないじゃないかと。新しいトラクターのこのね、はい、違うんですよ別に。私小林明さんの歌がね、違うんですよ、若い、これ欲しいんでしょ。トラクターに乗りたいわけじゃないんです。トラクター乗るために今教習所通ってるわけですね。違う違う、違います。女の子なんで、もうちょっと。でもなかなか免許取れましたっていう報告来ませんねロビンさん。私ね、あと一歩、あのあとね、テストを受ければもうちょっとなんですよ。あ、それを落ち続けてる。いや、まだ受けてない。もうやめた方がいいんじゃないじゃん。まだ受けてない。いや、ちゃんと受けます。もう次までにはちゃんといい報告。行く時間がない。いやいや、仕事が忙しくて。そう、ちょっとね、忙しくてねって見栄を張りたくなるんですよね。
はい、そのいつかねロビンさんがそんな報告が聞けると思いますけども、はい、頑張ります。皆さんもお疲れのように5、7、5にして送っていただきたいと思います。はい、はい、アドレスはベイラインアットマークベイ FM.co.jp PAYLINE アットマークベイ FM.co.jp まで。聞いた人なぜこの曲ってもロビンさん欲しいののテーマソングです。後ろの音は気になりますけど、ツイッターの方はねハッシュタグベイラインをつけてつぶやいてください。はい、さあそれではここで一曲お届けしましょう。明日のベイ FM イットにゲストとして登場する倖田來未さんのナンバーです。今日2枚同時リリースしたアルバムダブルフェイスのインサイドから倖田來未喜びのかけら。Bay FM 78. You are listening to Bazooka Yamadela. Show call Robin Okada's The Bayline.さあ海浜幕張にありますベイ FM から生放送でお送りしておりますザ・ベイライン。ラストですね、この後行われますワールドベースボールクラシック2017オーストラリア戦、それにまつわる曲ということでね、まあ僕はあのジャパンプレミアシングで歌う歌に見れませんけれどもまあいいか、これ勝てばねほぼ2次ラウンド決定します。侍ジャパンのピッチャー今日はね菅野智之、ぜひ頑張っていただきたい、そんな願いを込めて菅野投手の登場曲いきましょう。ワンオクロック We areThanks for listening. This is the Bayline. I wanna be loved by you. バズーカ山寺と岡田ロビン翔子でお送りしているザ・ベイライン。エンディングの時間に近づいてきました。あの田んぼのプロジェクト、しまちゃんがね、雪よのっていうつけてましたよね。じゃあ、ね、最後までね、完成までしまちゃんがね責任を持つんでしょ、ちゃんとね塗ったりとかね、ね、今日はねトンビさんにね、いろいろと教わってましたけれども、こちらズボラな母ちゃんからはですね、以前テレビで見たんですが、着物の生地でね日傘を作っていたんです。これからの季節、ね、暖かくなってくるのにいいんじゃないですかと。あら、確かにスカイブルーの日傘とってもおしゃれですよ ね、 なんか持ってたら人と違う感じで、ね、しまちゃん技術を身につけて、しまちゃん頑張って。大変だ、張り替えれば、いや大変そうだな傘な、でも素敵ですよ、できたらね。ガラパッと山寺さんもやってくださいよ。僕ね不器用なんですよ不器用な男なんです。小手さんはですね、今ふと思いついたんですけど、大柄なんだったらテレビのカバーなんかどうですか。テレビ両サイドを縁取りして下の方止めるだけでできます。テレビのカバーでも、テレビのサイズほら、ご家庭によってね違いますもんね。だってロビンとは14インチでしたっけ。そうですね、うん、僕んちあの85インチなんでね、痛いもん、足りるかな。ごめんなさい、小さな見栄を張りました。すぐそうやる、そんなに大きくないです、そこそこのやつです、ね、身の丈に合ったやつ、身の丈に合ったやつ、ねさあどうなるんでしょうか。楽しみですね、田んぼのプロジェクト、楽しみにしていただきたいと思います。はい、さあそして明日のこの時間でございますけれども、伊豆の亮さんと西内ちゃんのザ・ベイラインです。明日は報告どうでもいい通信ということで、うん、思わずどうでもいいと突っ込んじゃうような身の回りの小さな出来事や些細な報告を送っていただきたいなと思います、うん、はい、明日もぜひ参加していただきたいと思います。ちょっと早めですけども、またまたあの方とのクロストークでございます、うん、あれなんかちょっと3時間前にもなんかあったような、ね、気のせいでしょう、気のせいですかね。ベイ FM この後シリからインターエクスプレスです。 DJ は門脇智子さんです。こんばんは。もう飽きたでしょそんなことないですよ、私のことなんか飽きたんでしょ。何言ってんですか、もうね、トモコ色に染まりたいからちょうどよかった。私に飽き飽きなんですよ。何言って、嬉しくてしょうがないよ。番組の頭とお尻で門脇さんとトークできるんですよ、ね、なんか前代未聞のクロストークバトルとかいいですね。でもね、ねえ、サンドイッチ状態で ね、なんか本当にすいません、ね、今日は何度も何度も、とんでもないですよ、ね、なんかだからそれだけなんかすごく時間ってやっぱ経つの早いんだなと思っちゃいますよね。門脇さんはさ、この3時間どうしてたの。この3時間、あ、でもそっか、次のね、そう、このインターチャンスの準備があるからね。実は一旦家に帰って犬の散歩した、ね、すげえな本当ですか。本当の話ですか。本当の話です。すごい、夕方には何が何でもおしっこさせてやらないといけませんのでいろいろね、その対応の中ね、米兵の大活躍ですよ、はい、もうね、米兵門脇さんなしにしては米兵は成り立たないですから。そんなことはねーよ、なことはねーよ。本当ちょっと思ってるでしょ。いやー門脇さんでそばうっと言わないね、みんな思ってますよ本当に。とんでもないです、ね、すいませんね、
すごいクロストークで、この後も、はい、この後も元気でお願いしますよ、はい、どんな感じになるんですか。よし、もう一丁乗り切ろう。インターエクスプレス、今日はウェンズデーエディション、盛りだくさんのミュージックセレクションを楽しんでいただきたいと思います。そして今週のテーマ、トモトモクラブはカミングアウト、うん、もう本当にね、うん、兄弟にすら家族にすらどうしても言えないなんてね、こう思ってる秘め事っていうのがあるかと思います、うん、ラジオネームを変えたり匿名にすれば誰にもバレやしないので、思い切ってこうカミングアウトしちゃってスッキリするっていうのはいかがでしょうか。いい、ね、今日もメッセージお待ちしております、ね、さらに8時台はですね、ただいま人気絶賛展開中のショーン・メンデス、うん、アメリカではもう本当にすごいかかりまくっている18歳の青年なんですが、はい、そんな彼に私インタビューしてまいりました。その模様とともに彼のニューアルバムからのナンバーをしっかりチェックしていただきたいと思います。ショーン・メンデスからプレゼントもあります、うんうん、私の目の前で直筆のサインを入れてくれました。オリジナルのトートバッグ、あげちゃうぞ。目の前で入れてくれたんだ。入れてくれましたよ。だから間違いなく本物だ。ぜひ、これをゲットするためにもチェックしてください。この後すぐです。はいね、あのカミングアウトではリスナーの皆さんがね、誰も言えないこと言うんだから、門脇さん正面で見た、なるほどね、そう流してもらって、流してもらって大丈夫なやつです。山寺さんがちょっと気にしてた今、うん、門脇さんね、はい、ですからあのね、リスナーの方にカミングアウトしてもらうわけですから、門脇さんも何かカミングアウトするんでしょう、ね、私ですか。今で言ってないようなことね。そうですね、何でも明けっぴろげって言っておきながらね、うん、意外とあんじゃないかって。でもだいぶ今日も昼間もだいぶやっちゃいましたよね。やっちゃったか。キースマークがあっちについてる、こっちについてるみたいな話もしましたし、ね、あんな色っぽい話いいな、色っぽい話、キスが好きとかね、いろいろやっちゃいましたけどもね、何でも言いますので、ぜひ皆さんも何でも言ってやってください。はい、この後頑張ってください。はい、頑張ってください。はい、すごい、間にの散歩もしているという充実した生活の黒木智子さん、この後皆さんお楽しみに。さあ、あと一歩ありますよ、ロビンさん。いやいやさん、あれですよ、山田さん、いやいやさん、いやいやさん、山田さん、私ね、そうやって言ってくれますけど、この後山田さん大事なね、はあ、あれもう今日ね、ずっとね、心ここにあらずでしたから。そんなことないぞ、全力でこのザ・ベイラインをやらせていただいておりますよ。本当ですか。でもこの後、確かにこの後東京国際フォーラム A でね、映画シングの3月17日公開になりますけど、そのジャパンプレミア、初めて日本語版を皆さんに見ていただく、止まらない、そこで5000人いろんな招待客がある中で、はい、私ね、オープニングのことを出て行ってませんけれども、うん、ね、出て行って私が歌うという、この後ですよね、その後スキマスイッチの大橋さんが歌うという、あら、トレンチェンジの斉藤さんと間に挟まれて僕が一曲歌うというね。山田さん、はい、いいですか、はい、本当に失敗は許されませんからね。怖いこと言うね。さっきリハやってきて本当にビビってしびれたんだから。大丈夫です。右足と左足どっちから出そうとかって迷いながら。山寺さんなら大丈夫ですから。はい、わかりました。じゃあロビンさん、じゃあ自分の告知でも。チャブラチンクッティ、あの春ツアー、あの今週から始まります。よかったら遊びに来てください。はい、ということでお相手はバズーカ山寺と岡田ロビン翔子でした。我々はまた来週。山ちゃん頑張って。